こんばんは、平井弘明です。今回はですね、方向性をですね、良くしたいっていうふうに思ったことある方結構多いと思うんです。どうやったら方向性が良くなるかとかですね、ご自身で勉強されたりとか、いろいろ YouTube なんか見て、方向性をどうしたら良くなるんだろうって、いろいろなスイング取り入れてやってる方って多いと思うんですが、今回の動画はですね、方向性が良くなるポイントしかないです。で、それっていくつぐらいあるの？1つだけ。めちゃくちゃ良くないですか？2個も3個もないんですよ。1個しかないんです。それやっちゃいます。今日ぜひ最後までご視聴よろしくお願いいたします。平井弘明のワンナップゴルフ。まず用意するものはですね、クラブと面を意識できるうちわとか、こういう下敷きとか、これホワイトボードですけど、こういう面を意識できるものを用意していただいて、頭の中はですね、思い浮かべていただきたいのはプールとうちわ。うちわ仰ぐとき、皆さんどう仰ぐかって言ったら、一番風の来る角度でこうやって仰ぎますよね。多分うちわ仰ぐときこうやって仰がないと思うんですよ。こうやって仰いだら風来ないから。そう、でもこれフックとスライスの人、こうやって仰いでるんですよ。まっすぐ飛ぶ人ってこうやって仰いでるんですよ。それと一緒なんですよ。プールでめちゃくちゃ水かいてんのに前に進まない人、こうやって漕いでんのと一緒なんですよ。こうやって漕ぎますよね。そう、こうやって漕いでる人はフックスライス出ちゃう人、こうやってかけてる人はまっすぐ行く人、すべて面なんです。やっぱりクラブフェイスを意識できないと、要は面ですよね、を意識できないとボールってコントロールできないんですよ。その感じ方っていうのはいろいろあって、例えばグリップなんかで言うと、このグリップの後ろにバックラインってあるんですけど、そのバックラインが一番下に来てればフェースがまっすぐキープできてるんで、そのバックラインを一番下に感じるように振ってあげればフェースアングルっていうのは変わりづらいですね。でも面を意識できてない方って多くて、インパクトのところにやっぱりこうやってまっすぐ戻ってこなきゃいけないんですよ。それはもちろん皆さん分かってると思うんです。で、その戻ってこない理由がいろいろありすぎて分かんないんで、ここでまた逆説をいきましょう。インパクトにこういう風に戻ってこさせるためにどうするかっていう動きを入れてあげた方がいいんですね。それは本当単純な話、アドレス取って、今分かりやすいようにカメラに向かってヘッド向けてますけども、これがこうなったりこうなったりしてる時がボール曲がってる時ですよっていうことなので、このままキープしたままクラブを動かしてあげたら自然と面って意識できてるんですよ、まっすぐ。でも例えば飛距離を出したいっていうと、例えばスイングを速くしたりとか、クラブを溜めたりとか、いろいろなんか飛ばす要素が入ってくると思うんですよ。そうするとクラブが面を意識できなくなってくるんですね。その理由が遠心力なんですよ。遠心力がかかるとクラブって縦に動いてて、フェースがこうやってなってれば、もちろんこうやってなるんで面が意識できるんですけども、これがクラブが今度横になったら意識しづらいんですよ。横にクラブがこうやって動くと、もちろんフェースが開いて右行きますよね。こうなるとフェース面が意識できないんです、しづらい。だからクラブが振り遅れてたり、クラブが寝てたりするとフェース面が意識できなくなっちゃうんですね。ましてやあんなスイング早い時間の中で意識しなきゃいけないって言ったら、相当な手の感覚だったり強い意識を持たないとフェース面が今どこを向いてるかっていうのはスイング中に分かりづらいんです。もちろん誰もが最初からフェース面を分かるわけではないんですね。それはゆっくり動くスピードのクラブって言ったら、やっぱパターですよね。パターでフェース面を意識してまず打ってあげる。次にウェッジになりますね。だん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 クラブっていうのは上がっていくんですけども、やっぱりヘッドスピードが上がれば上がるほど、クラブの寝るリスクだったり振り遅れるリスクっていうのがもちろんついてきます。それはヘッドスピードが速くなるんで仕方ないんですけども、やっぱりそのクラブが寝ないように起こしてあげれば、フェースの向きというのも自然と意識しやすくなるので、単純な動きで言うと、こうやって棒スイングですよね。腕を絶対曲げないで、このまんまフェースアングルをキープしたまんまこうやって動いたら、フェース面は自動的に変わらないですよ。こうやって勝手に変わらないので、
伸びてれば伸びてるほどフェース面は変わらないで、こうやってまっすぐボールっていうのは飛んでいくんですけども、これが腕が曲がったり手首が曲がったりするともちろんフェースアングルも狂いやすいんです。なのでクラブっていうのは右手と左手5対5のクラブの重量を感じてた方がいいんですよ。同じグラム右と左手で感じてた方がいいので、これがこうなったりこうなったりすると自然とクラブフェースも変わりますので、どこにあるにしてもちゃんとこうやってクラブの真横から常に手のひらでクラブを握ってあげるっていう感覚を持ってた方がいいですね。そうするとフェースアングルは狂いづらいです。これはもう本当やっていただきたいですね、面を意識するっていうのは。だから本当に意識しづらいクラブもあるんですよ。ウェッジなんかロフトがこうやって寝てるんで意外と意識しづらいんですけども、ドライバーとかパターはロフトが立ってるんで、そういう面を意識しやすいクラブから打ってあげるのもいいかなと思います。意識していただくのは。だからアイアンとかなんかも7番とか8番になってくるとロフトがちょっとつくんで、こう面が上を向いてるんで意識しづらいと思うんですけども、その中でもやっぱりクラブが立ってる寝てる、この立ってる時のクラブの重さを意識してあげた方がいいです。ちなみに素振りなんかこうやって素振りするのとこの向きで素振りするので全然違うんですよ、クラブの振られ方が。だからクラブが今これでどこ向いてるどこ向いてるって言って、これ僕じゃあ今見ないでフェース面意識した、多分これがまっすぐだと思うんですよ。どうです？はい、来た。そう、こういうことなんですよ。だからじゃあ全くここから始めましょうか。こうやってやってクラブフェース見ないで、これね、まっすぐでしょ。そう、だからこの感覚ですよね、クラブのフェースの向きの感覚。そう、だからそういう感覚が画面から見て9時ね、画面から見て6時そう、画面から見て3時そう、こんな感じなんですよ。そう、クラブがどこ向いてるっていうのが手のひらで分かるようになってくるとフェース面っていうのは分かりやすいんですよ。コントロールしやすくなるので、その遊び感覚でぐるーっとクラブを回してみるとクラブの手に圧がかかる場所が変わってくるんですね。そういうのも遊びながら感覚として覚えるのもすごくおすすめです。なんで例えばいろんな打ち方をしてみてクラブの感じ方を自分で知るというのもすごい大事なんで、いろんなことをとにかくやってみた方がいいですね。うん、何か一つにとらわれずにいろんなことをやってみた方がいいと思います。今回はですねフェース面の動画ですね、うちわが一番分かりやすいかもしれないですね。柄の部分があって面が大きいんで、うちわなんかをやっぱり軽くでもいいんで、こうやって家の中でこうちょっと動かしてみるだけでも全然違うん で誰かもし一人暮らしだったらなかなかできないですけど、もう一人お家の中にいればこのうちわの面が床に垂直になってるかどうかのチェックをこうやってしてもらうだけで全然違うので、自分じゃ分からないところの向きを見てもらうこともすごい大事ですね、うん、なんでそれもちょっとやっていただいた方がいいかもしれないですね。とにかくゴルフのスイングでボールの方向性を出したいっていうんだったらフェース面の意識っていうのは持っていただいた方がいいと思います。で今回はですねクラブフェース面の使い方ですね、方向性を良くするためにはフェース面を意識してくださいという動画を撮っていきました。最後までご視聴ありがとうございます。